皆さんこんにちは、チェリストの佐山祐希です。こちらの動画の1本前の動画でデパーチャーという演奏動画を投稿しました。見ていただいた方ありがとうございます。まだ見ていない方はぜひこれからご覧ください。本日の動画はその演奏動画をどうやって作ったのかというメイキング動画になります。このデパーチャーという曲ですが、2003年に放送されたドラマグッドラックという ANA を舞台にした飛行機のドラマでして、そちらのドラマで使われていた曲となります。飛行機ファンにはとても人気があるドラマでして、こちらの曲もとても人気が高い曲となっております。今回こちらの曲をソラミさんのフォルさんという方とコラボをしました。リモートでのコラボとなりました。実際に会って一緒に弾いているわけではないので、リモートアンサンブルとはどのように動画を作っているのかというのを今回皆様にご紹介できればと思っております。ポルさんのツイッター、インスタグラムは、下の概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。それでは早速、レコーディングの方をしていきたいと思います。今自宅で録音をするところです。レコーディングの、風景ですが、まずこちらにパソコンがあります。昔は Mac に入っていたガレージバンドという無料のソフトを使っていましたが、最近は Logic Pro という有料版のソフトを使っております。はい、そしてイヤホンですね。録音機ですが、タスカムの DR40X というのを使っております。こちらはインターフェースが使えますので、パソコンに直接つないで録音をすることができます。そしてこちらは、楽譜になります。 iPad で見ています。はい、こちらは楽譜をめくるペダル、そしてチェロですね。ということで、どのように録音をしていくのかということですが、まずこちらのパソコンの画面をご覧ください。リモートでの収録となりますので、直接会って収録をすることができませんので、まずはテンポを合わせることが大事になります。ということで、今回はクリックというメトロノームのような機能を使いまして、そちらに合わせながらまずピアノのポヌさんに録音をしていただきました。こんな感じに、メトロノームクリックを聞きながら録音をしてもらいます。今回は四分音符94に合わせて録音をしてもらいました。このように、録音していただきまして、少しずつ編集を加えてタイミングなどを揃えていきました。このような感じで揃えていきました。ここに、チェロの録音を、重ねていきます。その時に、ワイヤレスのイヤホンをつけながら、先ほどのピアノの演奏、そしてクリックを聞きながら録音をしていきます。それでは録音をしていきたいと思います。はい、まず今1本目の動画が終わりました。ちょっと確認をしていきたいと思います。今撮ってこういうふうに確認をしていくんですけど、まず音量のバランスは大丈夫かということと、
あとタイミングが今ちょっとチェロの方が少し早めに来てるので、もう一回撮り直してその辺を調整していきたいと思います。それではちょっとここからじっくり撮っていきたいと思います。前回動画を撮った時からもう1週間以上経ってしまったんですけど、ずっと編集をしておりました。今ロジックプロの編集画面を画面収録してお見せしておりますが、ほぼほぼ編集をしてしまいました。見ていただけるとわかると思いますが、こんな感じに編集をしました。一番上、こちらがピアノになります。これはまあ最初に入れましたけど、その後にこのチェロ 1-2 っていう書いてありますけど、こちらを、録音していきました。こんな感じです。こんな感じですね。そして、一番最後にこのバスと書いてある上から3番目の欄ですが、一番下のバスの音を入れました。その下4つ目ですね、これはパーカッションになります。こちら今回は打ち込みにてパーカッションを入れました。そしてもう一つこういうやつですね。元の音源を聞いていただければわかると思いますが、このパーカッション2つが入っております。これですね、はい。で、まあ、このパーカッションは打ち込みをしといて入れるだけなんですけど、はい、まあ、こんな感じに録音を段々に入れて、合わせて再生をしていきます。あとは一番難しいのがここですね。ここ、まあパーカッション今ちょっとミュートにしますけど、まずじゃあピアノ、これタンパ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 ッパンっていうやつにちゃんと合わさなきゃいけないので、このタイミングを合わせるのがまず難しかったです。次チェロとピアノ、はい、これもまあちょっとずつタイミングを、ピアノはそのままでそこに合わせていくという作業もしました。全部をバラバラに撮るとそういうことがまあできるので、まあ楽に合わせることができます。はい、こんな感じですね。こういったことを細かくやっていって、全部縦の線を合わせていきます。あとはまあリバーブといって残響を足すこともしておりますが、こんなようにコンサートホールでの、リバーブというのを今足しております。ドライウェットとかディスタンスですね、サイズとかいろいろありますけど、あとはどのぐらいその残響を伸ばすか、音だったり時間だったり、そういうのも細かく決めることができます。そういうのを全部合わせていくと、このような音源が出来上がります。少しはお分かりいただけましたでしょうか。この辺録音作業というのは、まずはメトロノームクリックというものを作って、それを聴きながらピアノの録音をしてもらって、そこにチェロ、そしてチェロのバス、低音を入れて、それをこのパソコン内で合わせて、残響であったりタイミングであったり、いろいろなものを合わせて最後に書き出して一つの音源にしています。今回は、そんな様子を撮っていきました。これでまず一段落という感じで、次は動画の編集になります。今音を撮ったので、それに合わせてそれを聞きながら動画を撮る
という方法と、またこの動画っていうのは一つの方法としては録音と一緒に動きも撮る、例えば iPhone のビデオカメラで音と映像を一緒に撮る、録音をしていてこの横で違うカメラで撮る、これはまあ同時に撮るということですが、それとは別にこの出来上がった音源を聞きながら映像だけ別撮りするという方法があります。まあ分かりやすい例で言いますと、ミュージックビデオとかあるじゃないですか、シンガーの方であったり、あとはバイオリニストとかいろんな人が森の中で弾いたり海辺で弾いたりいろんなシチュエーションで弾いたりしていますけど、あれは音を先に撮っておいてそれを聞きながら映像を撮っております。例えば、博士太郎さんが、先日 ANA の格納庫ハンガーで弾いた映像なんかも先にレコーディングスタジオで撮って、それを聞きながら多分映像を撮っております。その動画はこちらになります。これすごい好きなのでいつかハンガー格納庫で弾きたいなと思っておりますので、 ANA 関係者の方がいたらぜひお願いしたいと思いますけど、まあ、そんなこんなで、次は動画を撮っていきたいと思います。それでは、今から、チェロの演奏動画の方を撮っていきたいと思います。BOSEのワイヤレスイヤホンをつけながら、こちらの作った動画を聴きながら撮っていきます。それでは行ってみたいと思います。ここからは動画編集の様子をお伝えしていきます。動画の編集で使っているのは Adobe の Premiere Pro というソフトになります。こんな画面になります。それでは早速動画を編集していきたいと思います。今入っておりますが、こちらはピアノの動画になります。今はこれは 1080p で見れる設定ですね。今回は ちょっと重くなってしまうんですけど、サイズを 3840×2160 の16:9に設定をしていきます。先ほど全体に映し出されていましたが、今ピアノの動画はこのように小さく映っております。そしてその下に作った音源を入れていきます。まずは、この音源と動画を一緒にしなければいけないので、ここを合わせていきます。この音のところの波を、波形を合わせていきます。最後も見てみて合っているかなっていうのを見ていきます。もうちょっとこっちかな、いや行き過ぎたか、これがなかなかに難しい、これちょっと合ってるか見てみましょう。はい、これで動画の位置合わせは完了です。位置合わせが完了したらピアノの元動画の音源はミュートにしちゃいます。そして次ですね、エフェクトコントロールというところからこのピアノの動画の場所を決めていきます。今回はピアノをまだちょっと決めかねていますが、右下ら辺に入れようかなと思っているので、こういうふうに右に持っていきます。こんな感じですね。これで4つ分同じ大きさで重なるはずです。ちょっと見ていきますと、ちょっと右側が
ところですね。ここだと分かりにくいかな。この右側が開いているので、もうちょっと右に寄せて隙間をなくします。下はどうかな。下もちょっと空いてるので、もう少し20ぐらいかな。これ1620で設定するといいかもしれないです。ここに、あとはチェロの動画、そして飛行機の動画を入れて、4分割の動画でやっていきます。そしたら、今度は飛行機動画っていうのを作るので、入れるので、飛行機動画を探していきます。ちょっとどんな動画を入れようかっていうのはまだ迷ってはいるんですけど、このメロディーが始まったところからは、ちょっと飛行機のなんかかっこいい写真でもかっこいい動画でも入ればいいなとは思っているんですけど、このね、まずはね、こんな動画を入れてみようかなと思います。最初に言いましたけど、このグッドラックっていうのは ANA 全面協力のもとで作られたドラマですので、今回は、アナの ANA の飛行機の動画というのも入れていきたいと思っています。こんな風に、細かく入れていきますので、また次の動画に飛ばしたいと思います。またまた時間が経って、もうほぼ動画の編集が終わったんですけど、ちょっと画面を見ていただきましょう。こんな感じに中央に4つ画面があります。左上がメロディーを弾いているチェロ、右側が飛行機などの映像、左下がピアノの演奏、右下がチェロのバス、ベースラインを弾いている映像になります。これをはめ込んでいきましたが、こんな感じに編集をしました。最初のところだけチャン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 って5個音があるんですけど、そこでこの右上の飛行機のところに写真を5枚挿入して、この音に合わせて変わるようにしました。こんな感じですね。最初もそうです。はい、自分が撮った写真をここに挿入してみました。そこから先は普通に映像を入れていきました。音を聞きながら撮っていると言いましたが、何回かに分けて映像を撮ったので、今はこの映像ですが、アングルを変えてこのように撮ってみたりもしました。これを全部つなげていって4つの画面に調整をしました。最後は動画がフェードアウトしていくように調整をして完成です。そして最初ですが、タイムラプスで撮った飛行機の映像ですね。この ANA がスポットに入っていく、到着した時の映像を挿入して、そこにタイトルと名前を入れました。こんな感じに入っております。こちらどうやってやっているかと言いますと、2つのためやり方がありまして、 T のボタンを押してタイトルを挿入する方法、そしてもう一つはこのファイルから新規を選択してレガシータイトルを入れて、このレガシータイトルの作成画面で作成する方法、2つあります。僕の場合はいつもレガシータイトルで、テロップなど、そしてこのような題名など文字を作っています。今回はこのように、文字を入れていきました。タイトル、そして本編の動画、
を入れてこれで完成となります。こちらの演奏動画の作り方について、説明をしていきました。まずは音を取る、そして音を編集する、そして動画を取る、動画を編集する、この大きく分けて4つのパターンで、作成をしていきました。今こちら全部出来上がりましたので、これを今度はファイルから書き出し、メディアを選択して出力名を選択して、あとは書き出しを選択して、書き出しが完了したら完成になります。そうして出来た動画がこちらになります。はい、このように出来上がりました。今回は4分23秒の動画になりました。皆様、見ていただいていかがでしたでしょうか。こんな感じに、一つ一つの演奏動画というのは作っております。まあ、こちらはリモートの演奏動画の作成の場合に限りますが、もちろんライブの演奏などはもう演奏を撮ってそのまま、ほぼ編集をせずに上げておりますが、リモートでの演奏動画というのは結構複雑で、いろいろな作業を経て、作られていることが分かっていただけましたでしょうか。今日はこの辺で演奏動画の作り方についての動画は終わりにしたいと思います。また今後とも演奏動画を見たいと思ってくださった方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また Twitter と Instagram もやっておりますので、ぜひチェックとフォローしていただけると嬉しいです。まだデパーチャーの演奏動画を見ていないという方は、ぜひぜひご覧ください。また見たという方も2回3回と繰り返し見ていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。